さあ、オープン直前の東京スカイツリーでライトアップの最終テストが行われました。午後7時から1時間、およそ3000台の発光ダイオードが点灯しました。隅田川をイメージした淡い水色の粋と優美な江戸紫色の雅が20分おきにツリーを彩りました。22日にオープンした後は日替わりで点灯することになっています。